はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、生ビール、限定醸造の銀座ライオンのビアホール、スペシャルです。札幌ですね。日本最古のビアホール、過去銀座ライオンのビールが、ビール注ぎの達人、井上勝なんとか氏、と、ビアホールの生の味わいと飲み飽きないうまさを追求しました。ほのかな、香ばしさと程よい苦味の絶妙なバランスをお楽しみください。原材料が麦芽とホップ、アルコール度数5.5%。これ確か、ローソンで売ってたかな？完璧。銀座ライオンの前身である、エビスビアホールが開店した年が1899年と。銀座ライオンの創業は、エビスビアホールの開店日としております。このエビス、違う、銀座ライオンって結構有名な、ね、あのビールですよね。色は普通の生ビールか、濃いですね。琥珀エビス的な。琥珀色です。で、味もすごい、なんだろう。ちょっと苦いですね。ちょっと苦いけど、なんかキレがすごい抜群にいい。なんかスーパードライみたいな。喉越しと香りがなんかすごい、キレがいいっていうのかな。この喉越しはそんなでもないか。喉越しはそんなでもない。なんか、コクっていうコクはそんなにないんですけど、美味しいですね、これ。なんていうのかな、これな。ていうか、今、部屋の温度が12度なんですけど、普通に寒いんだけど、やっぱビールってね、夏飲むもんですよ。やはり。炭酸が弱めですね。銀座ライオン。これはお店ですかね。多分バーかなんか。銀座、株式会社札幌ライオン。っていう、まあ、ブランドか。銀座ライオンっていうブランドの、こちらが1899年から100年以上、歴史を持つ銀座ライオンと。これ、あれですね。ビアホールです。ビアホールです。まあ、当然のことながら、俺行ったことないんですけど。まあ、店舗がそこら辺に、まあ、あると。ね、首都圏を、まあ、いろいろありますね。首都圏以外にもいろいろあるみたいですけど。
銀座ライオンの、生ビールは1世紀を超える長い歴史の中、たくさんのお客様から愛されてきました。その特徴は、すっきりとしたクリアな飲みやすさと、美しい黄金色のきめ細かな泡のコントラスト。確かにすっきりしてる。ちょっと苦くて、そのさっぱりしてるっていうかな。キレがいいっていう感じですね。その一杯の生ビールを提供するため、専門店として、様々なこだわりが詰まっています。一杯入魂、伝統の一度継ぎ。銀座ライオンの生ビールの美味しさの秘密は、一世紀以上受け継がれてきた伝統の生ビールの抽出方法。一度継ぎ。飲食店で一般的に使用しているビールサーバーは、ビールの液体と泡を別々に抽出するタイプです。この生ビールの注ぎ方は、最初にビールの液体を注いでから最後に作った泡を乗せます。これは普通ですね。でも銀座ライオンで使用しているビールサーバーは仕組みがちょっと違っていて、注ぎながら泡を作るという注ぎ方にこだわっています。これが伝統の一度継ぎです。はあ、ああ、なるほどね。俺もちなみに俺、高校生の時に、寿司屋でバイトしてた時に、ビールをね、ビールサーバーからこうやってビャーって、やる時に注いだこと何度かありますけど。まず斜めにしてこう液体だけこうバーって入れて、でもうこれぐらいの感覚をっていうか、これぐらいのビールの量になったら最後にこうなんかピャーってやって、なんかこう泡をブワーってね、7:3ぐらいの割合でね入れるっていう、これは一般的ですよね。まずグラスやジョッキを11度から12度傾け、抽出口から勢いよく出るビールを、内側で、静かに受けて左回りの渦を作ります。この瞬間、細かな泡が広がって液体内は白っぽくなります。グラスをビールで満たし、渦の回転がゆっくりになると液体内に広がっていた泡がビールの表面に上がり、ふんわりとした泡の層が出来上がります。ああ、関係ないんですけど、俺はビールの泡が嫌いなんです。ええ。よく、これぐらい泡出して、で、ジュルジュルジュルって、吸うでしょ。人いますけど、俺ビールのね、泡がね、あんまり好きじゃないんです。ぶっちゃけ。だから、泡をなるだけ作らないように、注いでるんですけど。ただ、黒ビール。スタウトビールとか。ギネスビールとかね。ああいった類の、黒ビールの泡は大好きなんですが、まあ、特にスタウトの、ギネスビールね。基本的には、普通の、生ビールは、基本、泡好きじゃないんです。でもこれすごいな。これうまいな。なんかね、うまい。なんか香りがすごい。なんだろうな。さっぱりしてるんだけど、香りが非常に麦芽の香りがものすごい、フレーバーとして、なんか、感じますね。うん。これうまいな。しかも飲み飽きないですね、これ。絶対ね。銀座。ライオンの、ビアホールと。これが、いつ発売したんですか、これは。あ、2018年の、いつ ?2018 年の12月の18日から全国販売と。こちらの缶のやつと350の缶と500の缶、割と
最近ですね。最近全国的に発売したとなっております。あ、これうまいな。これ確かにうまいな。ただ値段がコンビニだったんで割と高かった記憶があるんだよな。300円ぐらいじゃない。だいたいあの限定販売とかってさ、コンビニでさ、売られるさ、生ビールでだいたい300円ぐらいするじゃん。下手したら350円とかさ、高すぎるっつうの。でもこれはうまいな。ああ。これ間違いなく俺の好きなタイプのビールですね。癖がなくてさっぱりしてるっていう、タイプ。それでまあ、プラス苦いとか、ね、いう感じで、があれば一番、すごい好きなんですけど。これうまいっすね。これうまいね。この銀座ライオンの昔前も、この銀座ライオンのなんか、生ビール出た時あったけど、あれもうまかったもんね。で、関係ないんだけど、最近、リスナーさんがですね、Amazon のギフト券を、いただきまして、5000円もいただいて、それで、レビューしてくださいって言われた、ビールがあるんですが、そちらがですね、なんとクラフトビールだってのは知ってたんですけど、冷蔵保存だったんですよ。てか基本的に俺はあんま知らなかったんだけど、クラフトビールって要冷蔵、いわゆる常温保存じゃなくて、要冷蔵で保存しなきゃいけないっていうことを、知らなくて、丸一日ぐらい、届いたの、その箱で届いたんですけど、箱にも確かにね、クール瓶とかって書いてあって、たんですよ。確かに。そこで気づくべきだったんですけど、あ、これわざわざその、ね、クール瓶にしてくれてるんだなぁ、みたいな。普通のビールもたまにクール瓶とかで、来るんですよ。多分。おそらく。まあ、今冬だからね。今室温が12度ぐらいしかないですから。まあ、ね。うん。あれなんですけど。だから急いで俺今日気づいて、さっき開封して、あ、これ、用冷蔵って書いてあると思って、うわーって言って、ね、もう今冷蔵庫の中があるのはビールだらけです。ビールだらけになってる。これうまい。これ間違いなくうまいぞ。これ買いだわ。これ買いです。このビール。確かに値段高いんだけど、うまい。こういうビール好きなんですよ。こういうビール。割かしさっぱりしてるんだけど、苦味もすごい感じてて、で、香りがすごい、麦の麦芽の香りがものすごい、なんか、感じね。ものすごいタイプの、フレッシュな麦芽の香りがすごいするんです。これうまい。これ一つ星だ。4255です。ご視聴ありがとうございました。